どこやってました？ややこしいとこなんですかね。ちょっと一個簡単なところはみんなに攻められちゃって、おっしゃ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 ーのぼーにゃっほーいカバーよっしゃフープジグカバーのやつだね。またトレーラーややこしそうなのつけてますね。ジャングラのケツだね。こうあボリューム感で飛ばしやすくして、うん、そうだね。わお結構長いこと揺すってたらちょっと三島といえどなんか最近釣るの難しくなってきてるみたいですかね季節的にも。ありがとうございます。お疲れ様です。デカバスもクソも食わせねえとまずは始まんない。はい、ちょっとモンスターに備えて16ポンドでやってましたが、俺死ぬなと思ったんで細い糸に変えます。いや10かマジベイトフィニス、ベイトフィニスっていうか 3.5 グラムのエフ玉が投げられない。16ポンドなんとかなるっしょと思って今頑張ってましたけど、夏だよね。表面で何でもグイグイ引っ張ってってくれる時はなんとかなんだろう厳しい時相手振ってるとマジやりづれえと、ちょっとちゃんとします。バイト欲しいっす。あ、補足したからってバイトが出そうな気もしないけど、やっぱりいいとこ入ったりとかする。そうですよね。16ポイントはやっぱりラインがクリクリってなるから、はい、ある程度重いルアーで。そうですね。はあ、もう原さんと一番最初三島来た時もきつかったですもんね。原さんが最初に朝一にカバーででかいの釣って「おっしゃ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 よっしゃよっしゃよっしゃ」よしよしよし、たもちょっと待ってください。危ない危ない、でかいシャーシャーでかい。ちょっと待って、でかいっすねー。お、これはネコリグに変えて結構なゲージか。ちょっと当たりなかったですね。カバー猫をカバーに入れてって感じですか。でも結構上の方だったけどね。これは期待できるんじゃないですかね。40。おお。ああ、あるわ。すげえ。6.。46。46か7。6だね。正直嬉しいな。はい、三島秋の46、7。いいですね。ありがとうございます。はい。いいっす。あ、タックルもじゃあこれはワイルドサイドのパワーフィネスなんて番手なんですかね。わかんない。63ML で P ラインの 1.5 にリーダーが4号でついてんのだいぶせこい。いやいやいやすごいですね。2gちっちゃい方だね。数はそんな出ないですけど、この午前中のタイミングでビッグ1本にでカバーが、はい、じゃあ引き続きお願いします。